皆さんこんにちは、プロゴルファーの中西です。今回はですね、球の操り方を紹介させていただきたいと思います。球技にはですね、共通するものがあります。それはスピンを操るということですね。なのでゴルフもですね、回転を操って皆さんに上達してもらいたいなと思います。それではこれから、低い球、高い球、低いフック、高い低いスライス、高いスライス、それをですね皆さんに、教えさせていただきたいなというふうに思います。それでは早速打たせていただきたいなと。それではまず低い球を打ちたいと思います。皆さん、低い球を打つときはどういうふうに打ちますか？ボールのですね下投げで例えます。低い球を、このボールを転がそうとすると目線を低くして低く転がしますよね。じゃあ次は高い球、高い球を投げたい、下投げで投げたいとなると目線を高くして上に対して投げ落としますよね。これこのイメージがすごく大切です。低い球を打ちたいときは目線を低くして下投げで転がすように、球を右足寄りに置いて目線を低くします。目線を低く、この時に、右肩が前に出すぎない、後ろから見た時に左腕がしっかり見えるようにアドレスしてください。目線を低くして、目線を低くした状態でしっかりコンパクトに上げて低いところにヘッドを出してあげる。じゃあそれでは早速出していただきたいと思います。目線を低くして、打っていただければと思います。次はですね、高いボール、ハイボールをですね、紹介したいなと思います。ハイボール、はい、行きます。高いボールはですね、ハイボールをしたいときはまず目線を高くします。アドレスも高い球をしたい構えをします。で、空に向かって振り抜いてあげる、ごく簡単です。これをですね、まず最初はできないかもしれないけれど、しっかりとイメージを出してそれを練習することによって、ハイボールをハイボールをものにすることができます。じゃあ早速高い球を打ってみたいと思います。次はですね、ローフック、ローフックをいきたいと思います。それではボールちょうだい、ありがとう。これはね、すごく大事です。ローフックに大事なのはまず目線です。さっきも言わせていただいたように目線を低くする、目線を低くしてそこに対して振り抜いてあげる。だからゴルフも一緒です。目線を低くしてそこに対して振り抜いてあげる。ただ今回は低いドローです。なので低い球と少し異なってきます。着地させたいところにフェースを向けます。そして、打ち出したい方向に振り抜きます。で、あとは目線を低くして、打ち出したい方向に振り抜いてあげると。それでは早速打ってみたいと思います。
ローフックはいかがでしたか。それでは皆さん、ぜひやってみてください。いきます。ハイドロハイフックですね、を皆さんに教えさせていただきたいと思います。大体ですね、変わるのは目線だけです。まあ大体の人は気づいてくれたと思うでしょう。思うでしょう。思います。大体の人は気づいてくれたと思います。ほぼ目線です。なので、目線を低くするか高くするか、そこが大事になってくるので、今回はハイドローのハイフックの目線を高くして、着地させたいところにフェースを向けて打ち出したい方向に振り抜いてあげると、そういう感じでやってもらいたいなと思います。それでは行きたいと思います。ローフェイド、前回太ももお化けである亀吉のね、見てくれたと思います。その時にフェードのアドレスを説明させていただいたんですけど、フェードの時は足クローズ、足クローズ、オープン、オープン。今回もですね、そのフェードを打つ時にそのアドレスを使いたいと思います。フェードは球を捕まえたいので、前回ドローを打つ時は見てもらったら多分足がオープンになってます。今回はフェードなので足は少しクローズ気味に構えます。クローズ気味に構えて着地させたいところにフェースを向けて打ち出したい方向に振り抜いてあげます。なので低いフェードなので今回は目線を低くするのがポイントです。それでは打ってみたいと思います。上手だね。ありがとうございます。次はですね、ハイフェイド、目線高くですね、目線高くして打ち出したい方向、打ち出したい方向に振り抜いて着地させたいところにフェースを向ける。もうこれ言い過ぎですね。なのでもうみんな知ってると思うけど、そのままねやらせていただきたいと思います。いきますね、フリーターン。はい。はい、バレガール。というわけで、今のが中西直人流ハイフェードの打ち方でした。それでは皆さん、ぜひ参考にしてみてもらいたいなと思います。それでは皆さん、いってらっしゃい。おどっちが得意とかあるんですか。ないんですね。全然ないです。ドローが、フェードが、基本林にいるんです。基本ドライバーから組み立てるタイプなんで、林に入ったとて関係ないんで、要はグリーンに近くに寄せて、大事なのはアプローチパターン。皆さん結構ね、ティーショットから計算される方が多いんですけど、僕はどちらかというとグリーンから計算します。まず一番最初にバーディー取るならどこにつける、その次パー取るならここにつける。そうするためにはアプローチ、グリーン外れたらここから打たないといけない。逆算をして最後にティーショットするんですね。ティーショット大体曲がることが多いんで、こういう風に球を曲げて操るということがすごく好きなので、だからそういう意味では得意中の得意というわけでした。皆さんね、ぜひね、スピンを操って、ゴルフにはいろんな楽しみ方があるんで、
そういう風にね、スピンを操りながらやってもらいたいなという風にも思います。中西直人です。ありがとうございます。いいバランスだ。帯です。帯